した？うわぁ！浮いてる！どうなってるんだろう？わからないけど、多分 UFO に乗ってた宇宙人の仕業だろうね。チェイス、ネットランチャーをベティーナにくっつけてくれる？その任務お任せだぜ！ネットランチャー、セット！いいぞ！さあ、ベティーナを引っ張り出そう！ 1、2の3！逃げるであります！大丈夫？大丈夫だけど、俺どうなってる？ぺちゃんこだよ。チェイス、どこかに行っちゃった宇宙人を探し出してくれる？俺のスパイグッズにお任せ！スパイゴーグル装着だぜ！頼んだよ、チェイス。コンコン、コンコン。アンテナみたいなものが外れちゃってる。車輪も取れてるし、あちこち壊れてるであります。どうにか修理できそうかな。もちろんであります。何があるかな、何かある。お楽しみ。それでその宇宙人はどっちに？あっちよ、あっち。スパイゴーグル装着。緑の宇宙人発見。なんだ、ただのスイカか。スイカ、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 スイカ。宇宙人だね。ブー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 。ごめん、驚かすつもりはなかったんだ。待って、三輪車の車輪を使うなんていいリサイクルだね。ありがとう、ケンタ。このハンガーはアンテナにリサイクルするであります。よし、修理完了。チェイスの様子を見てくれ。誰か助けて、ここから出してくれ。はあ、落ち着いてよく考えよう。ベティーナやグッドウェイ市長も助け出せたんだから。そうだよ、ジップライン。やったぞ。よし、さて、さっきの宇宙人はどこに行ったんだ？コンコン、チェイス、宇宙人は見つかった？あ、スイカだと思ったら宇宙人の頭で変な光線浴びて、それで空中にブクワーって。ちょっと待ってよ、チェイス。その宇宙人はどこにいるの？ヤスカイ、どうしたの？バオステーションにお客さんが来てるの。そこにいたんだね、宇宙人くん。今すぐ行くよ。どうしたんだろう、何か困ってるみたい。あ、そうか、わかったぞ。バオステーションを UFO だと思ってるんだ。ピッピポッピ。ごめんね、これは UFO じゃないんだ。ピッポポピポ。なんだかすっごく悲しい顔になっちゃったわ。ピッポポポピ。ピッポポポピポポピ。この子のお母さんかしら。おかんのところに帰りたいんや。きっとそうだね。ロッキー、そっちはどう？準備はいい？もうすぐであります。うわ、やったぞ、 UFO が治ってる。ロッキーが飛んできた。すごいわ。ピー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 ババババピーババ。今回のトラブルもパウッとじゃなくてピッパッパッと解決。いくぞ。よー